情報戦でロシアを厚倒せする31歳の閣僚、ウクライナのオードリー・タンの呼び声も、ロシアとウクライナによる SNS を駆使した激しい情報戦が繰り広げられている。国際社会を味方につけ、優位に立つのはウクライナ側だ。その指揮を取るのは31歳の最年少閣僚だという。一体何者なのか。SNS を中心とした情報戦では、ウクライナがロシアを厚倒している。その前線で指揮を取るのが、ウクライナの最年少閣僚、ミハイロ・フェドロフ副首相、31歳、だ。2月24日にウクライナ侵攻が始まり、3日後にはメッセージングサービス、テレグラム、で志願制の IT 軍、IT、アーニー・オブ・ユークレーン、というチャンネルを開け、しつらえ、世界から、30万人以上が参加している。チャンネルでは、サーバーへ一斉に負荷をかける、ドズ攻撃、の対象としてロシア政府やロシア企業のウェブサイトを掲載、攻撃を促している。さらに、フェドロフ氏は自身のツイッターでネット回線をサポートするようにイーロン・マスク氏に呼びかけたり、各国の企業に協力を依頼したり、31歳の若さで国を背負う姿に、ウクライナのオードリー、タン、と呼ぶ声も、一体何者なのか、もともとゼレンスキーの友人で、彼が俳優だった頃に立ち上げたプロダクションのアドバイザーをしていました。大統領選の際には SNS 発信も引き受けています。そう説明するのは、国際情勢アナリストの山田敏弘さん、だ。かつて、フェドロフ氏は SNS 関連の会社を起業していたという、デジタルネイティブといえる世代です。外国とも対等にやり合い、世界の世論を味方につけていく、みんなに見せることによって、相手が拒否できなくなることも織り込み済みです。ツイート一つで世論を味方につけたならば、その額も起こりうる。だが、それに臆さない度胸こそが、フェドロフ氏の強みだという。